はい、のちょです。今回ですけども、ここラファエルの自宅に勝手に潜入しております。ありがとうございます。勝手にというかマネージャーのイーさんにちょっと協力してもらって、ラファさんが今会食とかなんやかんや言いつけて女の子行ってるんですよ。あの人女の子行ってる隙にラファエルに今勝手に上がってます。許可なくね。イーさんちょっとお願いします。よろしくお願いします。イーさんです。はい、僕がこの家にいるということはもうそういうことなんですよ。ラファエルに対してドッキリしております。どういうドッキリをしているかというとですね、偽企画で僕が質屋さんに買い物に行きたいと。ラファさんブランドもいっぱい見せてるんで、質屋さんでなんか時計買いたいんだと適当なこと言って質屋さんに行きます。そしたら質屋さんにラファエルの私物が普通に並んでるというそういうドッキリを仕掛けていきたいと思います。ラファさんね、やっぱり今持ってるわけですよ、時計から何からね。その私物が普通に店頭に並びますで、値札もついて、ヘッド並んでて、果たしてラファエルそれに気づくのかという、気づかなかったらそのまんまですよ。だから6点、カバンに関しては7点ぐらい入ってるから。6点を質屋さんに習います。ラファさんとは3時間ぐらいにその質屋さんで待ち合わせしてるんで、もうそこから偽企画スタートでドッキリ楽しみたいと思います。じゃあ質屋さんまで。はい、というわけで今回協力してもらえる質屋でも大黒屋ブランド館池袋店に来ております。でもすでにラファさんの私物が配置されておりますこれね、この自然な感じで紛れ込んでるんですよ、実はこれ。ね、まあ、見てもらって分かるんですけど、まず第一の夫人ね。はい、これ。第一の夫人。サングラス。で、これ。この自然な紛れ込み方。すごいな、これ。これもタグまでわざわざ作ってもらってます。うわ、サングラスすごい。これ分かんないでしょ、こんな絶対。自分は飲まないと。絶対分かんない、これ。すごいクオリティ。で、他にも、もちろん、キャップね。ヴィトンのコーナーに1個だけキャップがあるんですよ。あー、もう。でも、これ分からへんよ。もう馴染んどもんね。馴染んどもん。ほんまに。分からへん。で、他にも、すごいね。ルブタンのバッグ。あ、開けますからね、これ。中にそのままですからね、これ。すごい。とか、あとはネックレス。これもリアルでしょ、これ。値段もやっぱそれっぽいもん。そう、それっぽいのつけてもらってます、一応。そして王者ロレックスの横に、なんとなんとのウブロが置かれてると。しかもウブロに関してね、たまたま箱があったみたいで、後ろに箱を普通に置いてるんですよ。うわー、リアル。これすごいね。リアルです。こんなの分かんないでしょ。自分がどう思っても、ここまで本気で分かれとったら分かれへん、自分に並んでるんです。で、一応ラストおまけとして、もう靴置いてないんですよ、この店舗に。確かに靴はおかしい。靴はラストの足りないところに置かれてます。これも最大級ヒントです、これ最大級。でもまあ多分気づかないと思います。マッチャ見つからないんじゃないかな、これ多分。これに関してという感じのラインナップで、もうすぐ多分ラファさん来ると思うんで、イーさんに関してはラファさん来てもらった方が自然だと思うんで、今来てもらったんですね。この後合流するんで、ここから偽企画スタートしていきたいと思います。ラファエルが来るまでバック取ってます。はい、どうもショーです。こんにちは、ラファエルです。お久しぶりです。はい、今回ですけども、はい、ラファエルさんと、はい、とある質屋に来ております。で、今回は僕が単純に質屋さんで100万円分の買い物をしていくわけなんですよ。100万円分の買い物、もう3週間ぶりですからね、こっちは。いや、本当に本当にそうなんですよ。本当に珍しい、逆に俺らここまで合わないの、はいはい、ちょっと目合わしにくい。照れてるから、僕も照れてます。はい、100万円分とりあえず買うっていう企画をするんですよ。相変わらずいかつい企画をやってますね。質屋で100万円買ったらどれぐらい買えるんだっていう、やっぱ安いわけじゃないですか。そうか、そうか、そうです。安いんで大量に買っていこうみたいな。で、それを全部別のところで売ったらどれぐらいになるかってやりたい。めっちゃおもろいそれ。100万円買って、それを売ったらいくらなんのか、質屋から質屋に流すっていう。なるほど、なるほど、はい、ですね、そういう企画です。ああ、ありっすね。お取りください一応一緒に撮ってる。いやいや、カメラ待って、カメラちょっと待ってですよ。池袋のノリですか。池袋のノリですね。だから僕は近寄りたくないですよ。やるように池袋の方が嫌いです、僕は。で、今回大黒屋さんという記者さんに撮影許可いただいております。うわ、すごい。じゃあ今から実際に中入ってみて、どんなのを見ていく。ラファさんももし欲しいもあったら全然買ってもらっていいですか。あ、僕も選んでいいんですね。はい、はい、なるほど。高く売れるやつとか知ってると思うんで、ラファさん詳しいと思うんで。ちょっと、はい、それとプロですからね。まあ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 、まあ、聞きができる。まあ、どれ100万円分買います。一発で100万円分買っちゃうとちょっと面白くないんで、できるだけ使いたいんです。何点か買いたいって感じで、いろんなのを見ていきたいから。なるほど、なるほど、はい、じゃあ行きますか。ちょっとそれ楽しみですね。はい、楽しみです。ここからルイ・ヴィトンのバッグがあって、うわー、まあ、いっぱいあるですね。大変強盗です。お待ちしてました。お待ちしてました。強盗、強盗待ってるんですよ。すごいことだったよ、もう。確かに、もうやっぱ気づかれますよね。どうぞどうぞ。ちょっと上行きますか。はい、大丈夫だって有名ですからね。めっちゃ違う。めっちゃすごいな、これ。めっちゃすごいな。お願いします。あ、お願いします。すごいな、これ。どっから行きますかね。めっちゃ、もうだから、あんなバッグ普通に欲しいですけど、僕。まあ、こっち。ああ、個人的に旅行かな。女と2日ぐらい旅行行くときあるから、一番。これ、すごいデザインやん。いいっすね。確かにいいっすね。確かに。フォアヤージ。7万円ってこれ欲しい、普通に欲しい。こんなの持ちますよ、でかいっすね。いや、2日ぐらい女と熱海とか行くときに欲しいっすね。中学生みたいな面白い。あ、お前、ルブタン。え、これ俺、ヒカルさんに頼んで。あ、確かに確かに。あ、確かに。
でも3万で買えるんですね。ショックだな。でも逆に靴ってやっぱ中古になっちゃうとやっぱ人が入ったのやから、まあまあ、サイズとかもやっぱりあれしますもんね。売ってるの空間何でも売ってるポーズだよ、ほんまに。あ、でもなんかちょっと綺麗すげえな。あれこれジェロニモスが昔欲しかったよ、これ。あー確かにこれ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 が欲しくて。長いめっちゃかっこいいジェロニモスですか。中世のイタリア人みたいな名前ね。これはもしな高っ。これ30するんだ。見とんないよ、これ。これ25万新しいですかね。これ25万するんですね。すごっ。これ多分限定やってたやつですね。これ新しいです。これなんかそれこそ有効なの持っとった。そうなんです。すごいですね。なんか唐突に靴置いてですね。そうですね。まあ確かに伸びづらくてね。どうしようかな。買い取ったやつを置いていく形なんで、一段の上って結構まばらなんじゃないですか。あーなるほどなるほど。釣りこれ山乗ってるじゃん。普通に下げる。やば。釣りなんかバーキン置いとるやん。もう定価でどれなんですかね。300万。俺が使った財布2頭で。ほんま2頭。お、光る光る。あーまあちょっと似てますね、僕の時計と。うん、っていうかこれ俺持ってる同じやつ。えマジっすか。サングラス。でもやっぱ俺らが持ってるやつ普通に置かれてるんですね。確かに確かに。サングラスね。どこのやつですか。これ文句ですね。これヒカルさんが買ったもらったんちゃうかな。あそうなんですか。俺そんな買いましたかな。結構値段しますね、これ誕生日の時に。さっきもあれも同じやつ僕持ってるやつに。そうっすよ、儲けないな。いや、どんだけ気持ちないんですよ。何十万使ってる。全く気持ち入ってない。言い訳ゼロやん。すービトン。ビトンもこれ売ってるのすごいですよ。これ多分手に入んないです。これキャップ白は売ってますけど、黒は多分手に入んないですよ。まあでも誰が売った人もいるんでしょうね。キャップにして高いですね。確かに。ビトンこれも持ってます、これ。はい、持ってます。ラザー持ってた多いですね。確かに。すごいな。結構いっぱい買っていけそうですね、この中買っちゃう。買っていくかですね。とりあえず言うて宮廷感とあれですよね。はい、何買っていくかですね。まあ、とりあえず時計は1個買いたいなとか、バッグもいろんなの買っていって、はいはいはい、ボカルチェさんに流したいっていう。はいはいはい、それもですね。あれ、ラオさん、やってる。あれ、あー、ほんまや。えルブタンのあれ、バッグ違う。あ、ほんまや。でも結構いい値段、嬉しい、逆に。あれなんだよ、結構高いですよ。これ、これ持っとるお気に入りですよね。車のトランクに入ってるかもしれないです、もしかしたら。やっぱ売れてる分ってやっぱ、ちっちゃいの置かれてるんですね。なんか自分のセンスがいいかのように、嬉しい。あ、これ同じ部屋、同じ部屋、トリンキリン。安っ。これです、これ。あ、ほんまうまうまい。これ俺がつけてる、ほんまですよ。これと一緒やで、これと。安くないっすよ。いや、これだって15万ですよ、だって僕買ってた。あ、そういう意味で。そういう意味で。半額、そういう意味で。まあ7万っていう値段自体がその。安くなってます、めっちゃ。ていうかこれ、俺持ってる。お、それ。え、ラオさんつけてるやつやん、笛。はい、あ、つけるやつです。今はつけてないですけどね、もうずっと。ラオさん、なんか最近アクセルつけなくなりました。僕も最近本当につけてないですね、ずっと。これはヒカルさんにもらったんだけど、はいはい、なんでなんですか、これ。いや、なんか冷静に考えたら、なんか僕のあの格好で、あの時計をつけてるっておかしいなんで。いや、そもそも俺好みで買ってないですから、買わされてるんで。あ、まあまあ。そもそもそこなんで。俺これ、何似合うなって一言も言ってないから。これ、店員さん、これって人気なんですか。そうですね、最近割かし。これ、もらったりして、キッズさんに。言ってましたね。うん。そうなの。シェルメスのバズだけになんか。だいぶ安いな、中華ってな。そうなの。これ普通売ってるの、俺、売ってるの初めて見た。すごいな、マジで。面白いじゃん、こういうとこ来ると。確かに。100万だったら、これ、これ1個買って終わりっすよ。まあ、そうか、そうか。これ100万っすね。これ100万っすよ。え、コンスタンス18。これ100万するんや、これ。何ブランドなんですか。エルメス。あ、エルメスか。やばこれ。これどういう価値のあるんですか。高っ。高いですね。人気ですね。俺には分からへんな、これは。俺も分かんないっす。すげえ、いろいろ売ってるってこと。これ結構ビビったな。店頭に並んでるのが僕もらってるんで初めてなんですよ、並んでるっていうのが。自分で買ってないんで。いや、なんなん。多分全く同じだと思いますね、これ。これ結構高いっすもんね、定価だと。そうです、100万近くされるんですよね。それが今、20万ちょっと売っとって考えたら、めっちゃ安いよ。安いやん。ただ新品とかを気にせえへんとかって言ったら別にありやもん。俺でも昔ちっちゃい買ったからな。その時計とか。まあまあ、つけたら15ですからね。結局関係ないじゃないですか。確かに確かに確かに。安いんで、やっぱり。時計は欲しいですね、あっち側。だって時計いいですよね。時計見ますよね。ロレックスコーナーすごいやん、これ。うわー、いかつ。ロレックスすごいやん、これ。うわー、すごいな。この大きさで200万されたら、ちょっときついっすよね。確かに資産価値なんですか、やっぱりロレックスは。ロレックスそうですね、日本の方、海外の方問わず。50万っすよ。一番高いですよ、ロレックス売ったと。一番高いと思います。ですよね。物によっては値上がりもあるんですか。値上がりも。それ結構神回っすよ、買った値上がりって。ロレックス高いね。どれが一番高いですか、売ったと高そうです。どれなんですか。指は男性用のこういうスポーツタイプ。定番やん、かっこいいのかな。まだそうですね。
回デュエラ。名前はこれ一番はこれですか、キムタクが作れたとかっていうのキムタクが作られてたのはこちらのエクスプローラー。こっち、これと違うんですか。へぇ、あ、これなんですね。年代によって、はい、これでもロレックスはデイトナ型がいいんですよね。デイトナ、うん、あそういうのいいんですか。400万円デイデイト、ダイヤとプラチナで、すげえな。ロレックスさん、これあんまりハマってないなぁ。やばいよ、これめっちゃやばい、これめっちゃやばい、700万円めっちゃやばい、すごっ、やば、大人気ですね、これ、これ大人気なんですよ、全然わからへんねんけど、これ、はい、これつけてて、いかつい時計つけてると感じにならないならないです、ね、これが人気なんですね。人気ですね。これ、マイさん、その今のカメラの構え方めっちゃムカつくねこんな、激辛さん、なるべく激辛さんのためになるそこはカメラ優先したいなぁすごい映ってへんねんからえこれでおぉ、うん、えこれでもないんじゃないですか、あんまり。これ多分国内の俺、俺が持ってる、えちょっと待って、これえやば、同じの持ってますよ、僕。いや、そら、そう高っ、持ってますよね。めっちゃ高いです、これ。やばいですね。でも、これから700万ですかね、普通に。でも、700万、でも、言っても700万つくんやなって感じ。これあるんや、やば、こんなん、もうずっとあるんですか。カードが入ってきましたね。えマジで、え嘘、何本ぐらいあるんですか。え俺、これ、プラチナの廃盤で、国内にそもそも多分、2本とか3本もないような。メイウェザーも同じ持ってます、全く同じ。そうなんですか、はい、海外はだからまだあるんでしょうね、はい、そもそも国内でないみたいなこと聞いたら。すごいですね。なんでこれだけ時計ながら動いてるんですか。これ時計動いてるの。どういうことですか。他の全部動いてるんだよ。あ、動いてるっす、確かに。あ、動いてないです。あ、もうずっとあるんですか、ここに。そうですね、中に試着されるようなものってるんですよ。えこれの変装ベルトもあって、ちょっと待って、これ、はい、これのベルトの組み合わせって、はい、これ純正じゃないんですよ。純正は普通のラバーで、僕もちょうど今持ってる、はい、まあ自宅に置いてますけど、持ってるやつは、はい、この組み合わせ、ちょっとこれ違うんですか。こちらですか、はい、ますちょっと待って、まさか池袋まで来て変なことやってんよね、自分で。池袋まで来て犯罪やってんよね。やってないっす、やってないっす。でもガチな方でどっち、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。俺らがやったと思ってるんすか。いやだからこの組み合わせで置いてるんで、だってめっちゃすごい形ですよ。そもそも国内あるかないかわからないやつが、僕が持ってるんで同じようなラバーの組み合わせしてるんですよ。やってんじゃん、えどっち、どういうやつ。いや俺やってないっすね、本当に。やってないっすな、いきなちょっと他のお客さんあるから大きなこと出さないけど、やってんじゃん、やってんじゃん。お前また勝手に言うのか言わたじゃん。いや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 、これはずっと、サイズが分かるんですよ、そもそも。あ、つけます。ちょっと待って、これ日付もバッチリやってるし、動いてるし、日付やってるみんなバッチリ動いてるし、すごい犯罪って言いましょう。ちょっと待って、ほんまに薄いやん。ラオさん、視野に自分のものがあったらいつ気づくのか。はい、そういうドッキリですか。ちょっと何やってるんじゃん、ほんまに。よく気づきました、ラオさん、おめでとうございます。何やってるん。別にいいでしょ。犯罪やん、ほんまに。だから全部そうでしょ。そうなんですよ。そうですよ。あの靴も全部です。やりすぎやろ。あの靴も全部、はい、6点で買収しました。え、6点はい、しかもこのバッグです。え、これも俺なの。やっぱりこれね、チャック開いてるんですよね、普通に。こんな風に置かないですよ、普通チャック開いてて。だってやだ、チャックの中も入ってますからね、中身。中身そのまま持ってきます。マジっすか、何やってるんじゃない。いや関係です、関係です。いや、チャックさん協力します。はい、いや、あいつも確認します。本当にやる。ちょっとちょっと返してください、返してくださいよ。何やってるの、何やってるの。まあまあいいじゃないですか、まあいいじゃないですか、まあたまに久しぶりの、久しぶりで、久しぶりで、僕らの仲じゃないですか。いやいや、これだって俺がいいですね、これ買おうっつったり、置いてて、その買われたらどうするの。もう売ったらいいじゃないですか。売ったらいいでしょ。今日だ、頭おかしい。売ったらいいでしょ、いいでしょ、店舗業中。自分ら何やってるの、ほんまに、めっちゃ怖い。はい、そんな感じで。ちょっと
外国屋さん、すごいいろんな商品置いてるんで安くで置いてます。興味ある方はぜひ来てみてください。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ほんまによく気づきました。おめでとう。おめでとうございます。犯罪に手かさすなって思う。協力さすなって、本当に帰りましょう。帰りましょうじゃないでしょ。売ってきます。売ってきます。全部回収で。ちょっと回収ください。リーさん、回収して。え、回収します。回収してって言ったら、えとかじゃないって。え、それやっちゃうんですか。空気読めないんですかじゃないって。回収してって、もう金も結構入っとるぞ、あれ。結構使っとるぞ、現役で。そのまま入れんやろ。そのまますね。俺、家の電気も入っとるぞ、あれ。そんな店頭並べたら買うのか、ほんまに。あれの名前が純正やったら俺気づかんかったかもしれないです。あー、変えたことなかったな。確かに。あれが変えてるので、なんかヒカルさんが頑張り決め込むし、はい、企画やのに全然進めへんから。あ、次頑張ります。もっと精進しようと。もっとクオリティ上げますよ。そうですね、俺もね、考えたんですよ。出るときに、もうマネージャーさん誰も言わずに、セブンかけていこうかなって。ついてるんで、毎回相性番号、幼なピーピーで止まるようにしようかな。セコンばっかりつけるんで。セコンばっかりつけるんで。それ本物犯罪やん。セコンつけたら家に来て、セコンの人に会議したら本物犯罪やん。どちら犯罪やん、それ。希望的に言うと。それやつ何の信用もないよ、もう。2時間待ちって言われてるタピオカ屋の行列、すべて踊ったらいくらになるのか。めっちゃすごいわけですよ、行列で、ね、全部タピオカで並んでるわけですね。これを全て踊ります。人が多すぎてやばくない？やばい、パニック、パニック。あっちの方まで行列ついたで行こうって。結構やばい、これすごいやん。パニック。おおお、いろんな、おお、やられました。お、どうも、すみません、やられてます。警察官すごい。途中で終わってまうかもしれない。中断の可能性あり。